ジュースは欧州宇宙機関が主導する木星氷衛星の探査計画で日本やアメリカも参加する国際協力ミッションである。表面のもとに液体の水や氷を持つと考えられるガニメデ、カリスト・エウロパを主な観測対象とする。このミッションはエサのコズミックビジョン計画に選ばれたことが2012年5月2日に公表された。 このミッションは、イジザムの一環であるジュピターガニメデ計画を改変したものが始まりである。エサのコズミックビジョン計画の最初の大規模ミッションの候補となった。2012年4月、ジュースはアテナ X 線望遠鏡や宇宙重力波、望遠鏡よりも優先順位の高いものとして勧告された。2014年11月に開発段階への移行が承認され、計画は、 本格的に動き出した。2022年にアリアン5で打ち上げられ、地球、金星地球、火星、地球の順にスイングバイし、2029年に木星系に到着。カリストやエウロパをフライバイした後、2032年9月頃にガニメデを周回する軌道に入り、2033年6月まで観測を続ける予定。探査機には、 国際公募で選定された11の観測機器が搭載され、そのうち日本からは宇宙科学研究所及び情報、通信研究機構から4つの観測機器にハードウェアを提供する予定となっている。1979年にボイジャー1号が撮影したガニメデの表面ジュースはガニメデの詳細な調査によってその生命、維持可能性を評価する。また、 エウロパトカリストの調査により、ガリレオ衛星の比較図が完成すると期待されている。3つの衛星は内部に液体の水を持つと考えられており、そのため氷世界での生存可能性を理解する上で、中心的役割を果たしている。ガニメデ等の調査の主な科学的目的は、エウロパに対しては有機化合物等の生命に必須な化学分子の 探索と氷以外の蘇生の形成過程の理解が中心となっている。さらに、ジュースは氷柄の最も薄い部分の厚さの測定を含め、初めて衛星の地下の促進を行う。探査機の設計は太陽からの遠さ木星の強い放射環境を考慮に入れたものとなっている。木星とガニメデの軌道に入り、また多数のフライバイを行うことから、 約3 0 0 0ラムの化学推進剤を必要とする。一家の11の観測機器が搭載される予定である。2019年10月1日、電波波動観測装置 PV のチームロゴにセガゲームスのソニック・ザ・ヘッジ・ホックが使われることが発表された。この装置は、東北大学大学院理学研究科の笠は、交渉教授が日本側代表者を務め、 スウェーデン、ポーランド、フランスとの共同で開発を進めている。欧州サイドからソニックをロゴデザインに使わせてほしいとの提案があり、東北大学を通じてセガへ打診したところ、セガも快諾、ソニックを描いたプウィーのチームロゴデザインを提供した。ロゴには、ソニックと稲妻、スローガンの電気を帯びるもの、また揺れ動くもの、すべては我らのもの、が描かれている。 ありがとうございます。